はい、4月の14日水曜日になります。サバンの方でですね、あるリゾートさんの方でだいぶ複数の感染者が出たいうので、ちょっとクローズになったりして、プエルトガレアの方がちょっと厳しくなりだしました。まあ、首都圏のバブル地域からが無理のようなことを、バブル地域の住所がある方は来れないようなことを言い出してますけども、とりあえず今月いっぱい来るのは難しいような感じです。まあ、だいぶいますけど。で、先ほどドンゴンウォール一発目朝一行ったんですけど、ニタリ出ました。はい、私も初めて見ました。よかったです。明日朝も挑戦したいと思います。なんか3日間リカーバンとなったそうです。はい、4月15日木曜日、すごい透明度、湾内は透明度いいんですけど、ちょっと向こうに深く行くと悪くなる。あ、ここはむちゃくちゃ透明度いいな。はい、魚もいます、魚もいます。サバンの方のちょっと感染がひどくて静かになってます。まあダイバーはいるんですけど、もうボートを確認できたのが我々以外に1台だけ。まあ、このフローティングバーもクローズということなんですけど、我々が来た時だけ、まあ、開けてもらってます。おお、今日本当にすごいな。見えるやん、すごい見えるな。ものすごい透明度が。ダイバーが戻ってきました。一人だけか、お客さんは。ここのオーベージンですね、あそこのショップやね。魚の群れ、魚の群れ発見。うわー、これ一網打尽にして撮りたいですけどね。4月15日木曜日の午後のサバ、ここ行ってもいいよね。
サーモンカルパッチョとパン、ホワイトソース、ホワイトワインソースのシーフード、フルーツピンス350ペソ、わはい、3月の16日金曜日最終日、午後からマニラに戻ります。その前に2本、ちょっと後ろ姿のカオルさんも撮って、はいはい、こんな感じで穏やかな時間が流れてます。あっという間の2週間15泊16日のプチ移住でした。マックマックの隣の彼が今講習中です。レッスン中、将来ダイブマスター目指してレッスン中です。昨日初めて海に潜りました。次はいつここに帰ってこれるのでしょうか。まあまだ上げれてない動画いろいろあるんで、この後にまあ混ぜ混ぜになりますけど、ちょっとアップしたいと思います。スモールラグーナ、スモールラグーナ、あー、こっちはおとなしいですね、静かですね。 LLV と LLV とアキペラゴ、まあ金曜日やから、ここのダイブショップはゲストいますね。ここのダイブショップはゲストいます。どこでしょうか。さああと1本で1本目、まあアルマチェン行ってきましたけども、まああと1本で、ホーリーウィークのダイビング終了となります。誰でしょうか。これゲスト2人ぐらいいますね。まあこれが最終日のサバンベイ、最終日のサバンベイです。お、ボートが上がってきます。カオルさんが新人をトレーニング中です。将来のダイブマスター候補トレーニング中。ただお客さんがいたらね、毎日潜って練習できるんですけど、今日で私が戻るので、あとまたお客さん途切れてしまいます。まあちょっとその風景を撮影してみましょう。将来のダイブマスター候補トレーニング中。はいはい、 YouTube よ、 YouTube
来なら今日なんか金曜日でしたらもうボートボンボン出てますよ。で土日ブワーってゲストも来てね、日本や韓国中国からもいっぱいお客さん来てるんですけど、まあ静かなサバンベイです。ここ結構ね、ここは流行ってる。まあこのビデオをちょっと流すときはね、もうマニラ戻ってて、ると思うんですけど、だいぶいろんな動画が溜まってまして、遅れ遅れのアップロードになってますけども、はい、今度はいつ戻ってこれるんでしょうか、ここへ。いろいろ一から脱ぎ方も講習中です。まあ貸し切りのサバンベイ、貸し切りのサバンベイです。本当に貸し切りのサバンベイ。そうキャプテンも撮っとくか、 YouTube でね。はい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 、キャプテンも、はいはい、これで YouTube ね、 YouTube、 イエーイ、イエーイ、はい。お、泳いでるな。スイミング、ロロスイミング、ロロ。危ないなあれ。危ないですよあれは。普段バンバン走ってる最中だったらもう事故。まあ今だからできるサバンベイのシュノーケリング一人泳ぎ、あれはボートから見えないから危ないです。はい、フローティングバー、あ、来ました。まあ多分今月いっぱい営業禁止停止中なはずなんですけどね、まあ我々のために特別に開けてくれてます。で女の子のスタッフたちはもう3日前から休みを取らされてますんでね。今日は尻尾振ってくれてる。もうあなただけやね、待ってくれてるのは。やっぱり3日間一緒やったら慣れてくるもんやね。今日はもう慣れるよ。あちらで2台のボートにですね、テーブルから椅子からボンボン流れ作業で運んでます。何をしてるんでしょうか、逃げるんでしょうか。テーブルから盗んでるのか、それとも夜逃げか、売ってるのか。ノンネーム、ダス、ガボ、D-A-S-H、 ダス、injury, legs. ああ、injury. 足怪我してる。ああ、why? I don't know. ああ。
イエスタでノー、ノーダーね。はい、テーブルからチェアから移動し始めました。どこ行くんでしょうか。これが証拠動画になったりして、見つかったらこっちに撃ち殺されます。ベッドもソファーも おー、どこ行ってる。昨日よりはあれやね、昨日よりは透明度は悪いかな。ブルーウォーターのボートが帰ってきました。あ、結構ダイバーいますね。いいし、4人か5人ぐらい。お釣りだ。デンデンでした。名前はデンデン。デンデンを将来のダイブマスター候補。練習中。まあまあ浮いてるだけ。水にはほんま慣れてますね。すごい。はい、将来のダイブマスター練習中いうか、まあ遊んでるだけですけど。あそこにも2人シュノーケリング。まあ通常のサバンやったらもうボート走りまくってるからできませんけど、今やからできるシュノーケリング、もう無料です。無料。ティナス、あ、ティナスも人の出入りあります。スタッフが動いてますね。なんかライトがついてる。あ、ライトじゃないか、反射か。フィリピン人、こういうのを手作りでハンドメイド。ハンドメイド。ああ、これで潜って。Even 20 meters no problem. はあ、魚も見えます。おお、いよいよね、もうすぐ2本目行ってそのまま終わって帰ります。マニラの方帰ります。さあ、まあマニラの方のね、バタンガスク入り口の方の状況もまた撮影したいと思いますけど、また戻ってこれるかな。一応4月いっぱいプエルトガレラはバブル地域、首都圏含むプラス数箇所のそこからのバブル地域の住所のある人は入れないという政策を、規制をプエルトガレラ市としてやってます。だから非常に、まあ、今潜ってる方はそれ以前から来てる人だけですね。まあ5月からどういう風に変わるのか。はい、まあまあこれで出るとね、なかなかもうすぐには戻ってこれないと思いますけどね。まあこちらの方はこういう相変わらずの、まあ、ゆったりした時間の流れの中で、綺麗な海の中で、まあ以前の状況になるのを、ま、ひたすら待ってるというような状況です。11時半、昼前の、お昼前の、無理エコー前。いや、ここガタガタ工事してましたらこれができました。
バーができました。無理江前に帰る頃にバーができて、ザ・スポットトロピカルバー&グリルいうのができました。次回帰ってきたら入ってみたいと思います。はい、ということで、お、なんでこれみんなどっから帰ってきてんねん。ここが女性のねインストラクタージュリアンやったから、お店か。メロ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 、動いてないです。この天気明日からごめん、もったいないですがしょうがない。あっという間の2週間でした。そしたらどうもお世話になりました。短い間でしたけど、はい、どうも、はい、はい、カルボ先輩どうもお世話になりました。 S 大物有名人のお父さんと一緒にマニラに戻ることになりました。はいはい、いよいよプエルトガレラを後にします。名残惜しい、あっという間の2週間。フェイスシールも、あ、ここでジャパンナンバーワン安いから、オッケー、はい、はい、コマダッチ、はいはい、な、サンキューな、はい、よしおびし、え、本当に帰るよもう。はい、これで帰ります。わずか35分。クリームコロッケ、キムチ、あとナスの、ナスの甘辛煮です。うわ、私の大好物が出てきました。そばと、卵とじの天丼、これが、これ食ってマニラ戻ります。はい、はい、今日は唐揚げと、はい、アジフライフライドポテトと焼きビーフン、で、ソースが、これがニンニクマヨネーズ、アジフライに、あとオーロラソースもあります。カットベジタブルと、あとおにぎりです。おにぎりと、はい、はい、プラスカトリーナ、カトリーナ、おーわー、おー、かわいいな、かわいいな。デザート、デザートな、誰かデザート言ってください。はい、誰かデザート言ってください。